取れてなかったんで稲荷神社です。お邪魔します。よっしゃ。ね、どこのワンコですか、あなたは。あ、いい匂いする、あなた。お賽銭多分枠縁とかに置いとけばいいんじゃないの。ね、ね、ね、うわ、ベロって舐めた、お前。おい、おい。その棒返して、その棒返して。シュナイザーって何。ベロって舐められたわ。久しぶりに舐められたわ。いいの。そうなの、うん、いいね。やっぱりね、こういうね、話し飼いが一番犬かわいい、かわいいよな、うん、うるさいからね、うちの地区。そうなの。別にいいじゃんな。話がよく入っちゃうの。シュナイザーってなんだよ。はい、ジョン、ジョン。すねちゃった。ダメだよ、布を切った。まあ、でもね、紙癖、ちっちゃいんですよ。動きがちっちゃいもんね。じゃあね。一緒に行かないぞ。お宅あそこの家でしょ。わかんない。ああ、そうかも。うんちしちゃうんだな。とりあえず、犬がカミカミしていた布切れは取りました。あんなもん飲み込んでたら大変だからね。ジョンと同じになっちゃう。あれ、まだ子犬なんじゃないの。歯が痒いんでしょ。でも、噛み癖ないよね、人にが。とりあえずいよいよ行きますよ。はあ、疲れた。疲れたけど行きますよ。どうしました。っていうか、なんであれうちらがトンネル行くの知ってんの。トンネルの方行っちゃったよ。あ、これどっちだ。あそこに案内板がある。あの、あれだからね、あのトンネル見つけたら帰るからね。え、違うな。山道、向こう山道。え、どっち。大滝村、山道では思わぬ危険が。おい、なんでなんでいるの。本当。え、こっちじゃねえ。だよね、あのトンネルだもんね。なんでなんでいるのここ。いや、奥行ったのは知ってるけど、あのなんだ、家帰ったのかなと思ったよ。お前ビビらすなっちゅうねん。この付近にゴミは絶対捨てないでください。ああ、それはな、クマがいるからな。ああ、そうだな、シュナイザー食べちゃうからな、さっきみたいにな。
いやでもここ犬にとっちゃあの天国だよな、これ熊さえ出なければ、うん、遊び場だもん。そこにいる上かな。いやでも上家だな、上家だよな、ほら。いや違うよな、トンネルじゃないよ。いやでも山道入ったらすぐだったような気がするけど、あれじゃないよな、あれっぽくない？あれあれ、あの石になってんの。いやどうする、一回こっち確認してからにする、あそこのカーブまで行ってみる、うん、でもあのワンコこっち見て、こっちだよみたいな感じで案内してる、あれなんだ、なんか違うよな。あ、戻ってきた。トンネルどっち？あ、そっちなの、やっぱり。あ、でも岩肌があるな。あった、あった、あった。えらい。あんたはえらい。あった。えらいぞ。えらいぞ。ありがとう。いや、怖っ。な、お前、大平気なんだ、高いところ。すごいな。あった、あった。見つけたね。はーい、これです。はい、これが、なんだっけ、なんかの素彫りのトンネルでございます。うん、手彫り、あ、手彫りって書いてあった。だからもう手で彫ったの、これ爪をこう血まみれになるの。そんなわけないよね。いや、お家側はちょ、あれいなくなっちゃったよ、ワンコ。あ、いるわ。うん。まあ、同じだね。本当だ、本当だ。ね、のみとかつるはしで、まあ、頑丈だわこれ。あ、本当だ、オートフォーカスいけるね、素晴らしい。これ上一応こんな感じです、はい。ここはなかなか来てる人いないんじゃない？うん。車で通ってる人いんな。下吸ってるやん、これ。でもやっ、これあれかな、壁にぶつけて崩れた。すんごいね、素晴らしいね、トラさん、ありがとうございます。また食ってる、なんかやべえよあれ。あ、でもちゃんとあそこに休憩する椅子があるよ、ほら。ちょっと、拾い食いの癖はやめさせた方が良さそうですよ、飼い主さん。拾い食いしない鼻、口の輪っか売ってるんで、それつけるのもありですよ。はい。はい。どん、こちら。なんかの紫外線かな、大丈夫。はい。大田原だったっけ、大田原、大田原の手彫りの水道、大田原トンネル。え、お店あったんだこれ。あ、見て見て、力持ち出た、力持ち、そういうことじゃない。そっち行かないよ、おいで、行かないよ、行かないよ。戻ってきた。これ利口すぎなんだけど、持って帰りたい。以上、今回の案内
案内犬です。案内犬、案内犬、おいおい、おしこすんなよ。おい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 、おいでおいで、はい、ありがとう。よいしょよいしょよいしょ。あれでも白髪まじりだ、ちょっと白髪まじり、年いってんのか。でも動き若いよな。はい、じゃあ帰ります。すげえな、言葉通じるのかな。じゃあ結構年いってんのかな。はい、じゃあ戻ります。